はい、鏡翼です。レガートに弾くためのヒント、その2です。今回は、フレットレス、前回フレットを触るという話をしましたが、フレットレスの場合はどうかっていうと、基本の考え方は同じです。フレッテッドでもちろんフレットを触りながら弾くような感覚でフレットレスも弾いていくわけなんですが、よっ、これドです。で、ここでフレットレスの場合、厳密にはフレッテッドもそうなんですが、フレットレスの場合、このフレットを当てにして弾くのはちょっと危険です。何かというと、必ずこの線の通り弾いてれば合ってるかというと、そういうわけじゃないです。例えば、これ今 E 弦を鳴らしてます。で、 E 弦見てくださいね。これ僕から見てフレットの真上と画面から見てフレットの真上は違うので、今オクターブで合ってますよね。で、画面から見るとこう見えます。ではもうオクターブ上のミの音を弾いてますね。見え方違いますよね。さっきはこんな風に見えましたが、こういう風に見えます。もう一オクターブ上げるとちょっと見えるかな。あ、違いますね。オクターブというよりポジションを上げました。違いますね。こうですね。フレットの線に対している位置だいぶ変わったと思いません？違いますよね。で、揃えますか。ここはオクターブ下がります。はい、伝わったでしょうか。つまり線を当てにしても音は外れるということです。なぜかというと、構造上の関係で当たり前っちゃ当たり前なんですが、なので線は目安にはなりますが、そこを触ってたり、そこをちゃんと弾いてるから合ってるということには全くならないんですよ。なのであくまで今どう響くか、例えば今これミーですが、ちょっとこっち側に弾いてみますね。音がどう変わるか聞いてくださいね。まず合ってる状態、これを気持ち悪いですよね。来ましたね。次上げてみます。気持ち悪いですよね。戻りました。こうやってビブラートを使うことはありますが、本当にこれだけで変わるんですよ。低いですよね。合ってます。これは高いですよね。来ました。ということはフレットレスの場合、当然フレッテッドも本当はそうなんですが、フレットレスの場合は特に自分が弾いている音程がどう響くかっていうのをイメージしてないと、場所が合ってても平気で外しまくります。で、瞬間外して戻れるならいいんですが、その外れたのの積み重ねをしていくとすごく気持ち悪い状態に入ってきます。なので特にフレットレスの場合はどう響いているか、すごくイメージしてやる必要があります。なので手元を逆に見すぎると思いっきり外します。なんとなくぼーっとぼやかしながら見てる方が意外と持ってきたりします。で、そのぼかしながら視覚にエネルギーを注がない分、耳の方に意識を持ってってください。そうした方がよっぽど音楽的にいいニュアンスも出ますし、音程も良くなります。ぜひ試してみてください。またコメントとかあれば、動画にて返させていただくこともあると思います。鏡翼でした。ではまた。